アイリン労働福祉センターの正面アイリン、労働福祉センターの外観アイリン、労働福祉センターの内部地図アイリン、労働福祉センターは、大阪府大阪市西成区萩野茶屋に立地する、アイリン地区の日雇い労働者の就労アッセント福祉の工場を目的に設置された福祉施設。アイリン総合センターや西成労働福祉センターと混同している人が多い。 アイリン総合センター内の労働施設がアイリン労働福祉センターであり、アイリン労働福祉センター内に公益財団法人西なり労働福祉センターがあった。公益財団法人西なり労働福祉センターが施設の管理、運営をしており、建物内にはアイリン労働公共職業安定所、テナントの売店、食堂、喫茶店などがある。 早朝5時に1階のシャッターが開けられ、日アートイ労働者が集まり、関西圏やそれ以外の地域の会社のものにより、土工や解体業などの仕事の求人活動が行われている。この場は、寄城と呼ばれた。ピロティ構造になっていることも手伝い、その日の仕事につけなかった者たちの憩いの場にもなっていた。利用時間は、午前5時より午後6時となっている。 大阪社会医療センター付属病院と一体となっており、病院も含めた建物全体が、アイリン総合センターあるいは、西成アイリンセンターと呼ばれる。地上4階、地下1階からなる、鉄筋コンクリート製の建築物。3.4階に、西成労働福祉センターがあり、5から13階に、大阪社会医療センター付属病院と、市営住宅が配置されていた。 春工は1970年10月1日。築40年以上を経て老朽化が進行しており、大阪市は調査、検討費用として2011年度予算2200万円を計上した。調査の結果耐震性に問題があるとして建て替えが行われることとなり、病院以外のスペースについては2019年3月31日をもって閉鎖されることとなった。 労働者側が抵抗したためシャッターを閉めることができず、同年4月24日の機動隊を投入した、大掛かりな労働者等の強制排除まで電気を遮断したままシャッターが開けられていた。ハローワークは南海電鉄の高架下に移転。閉鎖に対する抗議でゴミを寄せ集めてバリケードが作られたが、その後は便乗して外部からもゴミが持ち込まれるようになったという。 大阪府では、現施設の解体後、2025年頃をめどに、新しい建物を完成させる予定を示している。旧施設に存在した、市営住宅並びに、病院部分については、萩の茶や小学校跡地に新築移転させ、新施設には、西成労働福祉センター及び、愛林労働公共職業安定所が入居する、形を想定している。ありがとうございます。